GRB97508 は、1997年5月8日21時42分、アトックに発見された、ガンマ線バーストである。ガンマ線バーストは、遠方の銀河内で爆発が起こり、ガンマ線を放出する非常に高度の大きい線光であり、最もエネルギーの大きい電磁波の放出現象である。しばしば、より長い波長の残光が長時間残る。 GRB97508 はイタリアとオランダの X 線天文学のための人工衛星ベッポサックスによる観測で発見された。天文学者マーク・メツガーは GRB97508 は地球から約60億光年の距離にあることを推定したが、これはガンマ線バーストまでの距離が測定された初めての例だった。このバーストが起こるまで、 ガンマ線バーストが地球からどれだけ離れたところで起こるかについて学会の中での合意はなかった。小さなエネルギーのバーストが銀河系の中で起こると考える説や遠く離れた他の銀河で非常に大きなエネルギーのバーストが起こると考える説があった。複数のタイプのガンマ線バーストが存在してどちらの説も排除されない可能性もあったが距離の測定によって ガンマ線バーストの発生源が銀河系外にあることが明白になり、議論に終止符が打たれた。GRB97508 は残光の周波数が初めて測定されたガンマ線バーストでもある。電波シグナルの変動を分析することで、天文学者デール・フレールは電波源はほぼ高速で拡大していることを計算した。この結果からガンマ線バーストは 相対性理論的な拡大を伴う爆発であることが強く示された。軌道上の別歩サックスの創造図ガンマ線バーストは非常に強い高度のガンマ線の先行であり、最も強い電磁波放射の形である。ガンマ線バーストは1967年に宇宙空間での核爆発を発見するために設計された人工衛星ベラによって初めて発見された。 最初の爆発の後には、しばしば長寿命で、長い波長の残光が続く。最初に発見されたガンマ線バーストの残光は、GRB97228 の X 線で X 線を研究するために設計された、ベッポサックスによって発見された。1997年5月8日21時42分、アトック、ベッポサックスのガンマ線バーストモニターは、 約15秒間続いたガンマ線バーストを記録した。これは太陽の調査のために設計された無人探査機ユリシーズやコンプトンガンマ線観測衛星のバーストトランジェントソースエクスペリメントによっても検出された。このバーストはベッポサックスの2つの広域 X 線カメラの視野に入っており、ベッポサックスのチームは数時間のうちにその場所を 直径約10分の範囲に絞り込んだ。ニューメキシコ州にある超大型、干渉電波望遠鏡群ワーストのおおよその位置が決定された後、ベッポサックスのチームのエンリコ・コスタは、アメリカ国立電波展問題で超大型、干渉電波望遠鏡群を担当するデール・フレールと連絡を取った。フレールは、発見から4時間以内の1時30分や特区に20センチメートルの、 波長の観測を始めた。観測の準備を行っている間、フレールはヘール望遠鏡を用いた研究を行っていた天文学者のスタニスラフ・ジョルゴフスキーと連絡を取った。ジョルゴフスキーはすぐにデジタイズドースカイサーベイで得られた過去の画像と比較してみたが、その領域に新しい電波源はなかった。ジョルゴフスキーの同僚でカリフォルニア工科大学の天文台に勤める。 マーク・メツガーはさらに詳細にデータを分析したが、やはり電波源の同定はできなかった。よく言う、ジョルゴフスキーは再びこの領域を観測した。5月8日と5月9日の両夜の画像を比べたが、高度の減少している天体は見つからなかった。メツガーは、高度が増大した天体に気づいたが、それは、ガンマ線バーストの残光ではなく変更星だろうと判断した。 ヤンファンパラディスに率いられたアムステルダムのチームのティトゥス・ガラマト・ポール・グルートは5月8日にアリゾナ州のウィン望遠鏡で撮影された画像と5月9日にカナリア諸島のウィリアム・ハーシェル望遠鏡で撮影された画像を比較したがやはりこの期間に高度が減少している天体を見つけることはできなかった。バーストの X 線残光の発見後 ベッポサックスのチームはより正確な位置を突き止め、メツガーが変更星だと推定した天体がまだこの狭い範囲に残っていることが分かった。カリフォルニア工科大学とアムステルダムのチームは、この変更性の天体についての結論を公表することをためらった。5月10日、宇宙望遠鏡科学研究所のハワード・ボンドは彼の発見を発表し、これは後にガンマ線。 バースターの可視光の残光であることが確認された。1997年5月10日から11日にかけての夜、メッツガーの同僚のチャールズ・スティーデルは WM 欠点問題で変更性の天体のスペクトルを記録した。彼はそのデータをメッツガーに送ると、メッツガーは後に Z イコール0.8349プラスマイナス0.0002。 の赤方変異からマグネシウムと鉄の吸収線を同定し、バーストからの光は地球から約60億光年先の物質に吸収されていることを示した。バーストの赤方変異自体は決定されていないが、バーストと地球の間に吸収物質の存在は必要になり、バーストは少なくともそれより遠いことになる。スペクトル線にライマンアルファの森を書いていることから、 赤方変異は Z2.3 となるが、シカゴ大学のダニエル・リチャートによるさらに詳しい研究により、赤色変異は Z1.09 と提案された。これはガンマ線バーストの赤方変異が測定された初めての例だった。いくつかの光学スペクトルもからるアルト天文台において430から710ナノメートルと350から800ナノメートルの 波長で得られたが、規制は見られなかった。GRB97508 の発見から5日後の5月13日、フレイルは、超大型、干渉電波望遠鏡群での観測を再開した。彼は、バーストのあった領域を3 5トルの波長で観測すると、すぐに強いシグナルを検出した。24時間後、3 5トルのシグナルは優位に強くなり、 また6センチメートルと2 1トルにもシグナルが検出された。これはガンマ線バーストの残光電波の初めての確かな観測であった。それから1ヶ月、フレイルは電波源の高度が日ごとにかなり変動しながら徐々に増大していることを観測した。変動は観測波長すべてで同時には起こらなかったが、プリンストン大学のジェレミー・グッドマンはこれを電波が 銀河系内の恒星岩プラズマによって曲げられているためだと説明した。このような電波の高度の変動は天体の見かけの直径が3マイクロ秒以内の時にのみ起こる現象だった。ベッポサックスのガンマ線バーストモニターは40から700ケブのエネルギー範囲で1.85プラスマイナス 0.3nj 平方メートルの流束を記録した。 広域カメラは0.7プラスマイナス 0.1NJ 平方メートルのタ束を記録した。バッツは3.1プラスマイナス 0.2NJ マイメートルのタ束を記録した。バーストの5時間後、天体の死闘級は U バンドで20.3プラスマイナス0.3、R バンドで21.2プラスマイナス0.1に達した。残光は U バンドでは5月11日2時13分アトックに1 9 6プラスマイナス0.3。R バンドでは5月10日20時55分アトックに1 9 8プラスマイナス0.2のピークに達した。キットピーク国立天文台の天文学者、ジェームズ・ローズはバーストを分析し、これが強いビームではないことを突き止めた。フレールラによるさらなる分析でバーストから放出される。 合計のエネルギーは約 5043J と示し、またローズはガンマ線の合計のエネルギーは約 3043J であると示した。このことはガンマ線とバーストの噴射の運動エネルギーは同じ程度でガンマ線の生産効率が悪いモデルは排除できることが示唆された。このバーストが起こるまでガンマ線バーストが地球からどれくらい離れた場所で起こるのかについての 天文学者の間の共通認識はなかった。バーストの東方性分布からは、これらが銀河系のディスクの中にはないことを示唆していたが、ガンマ線バーストは銀河系の銀河波浪の中に位置し、エネルギーが高くないため明るく見えないのだと主張する天文学者もいた。一方、ガンマ線バーストは宇宙論的距離がある他の銀河内にあり、 非常にエネルギーが大きいために検出ができると考える天文学者もいた。距離の測定とバーストの合計エネルギーの計算結果は明白に校舎の説を指示しており、この議論には終止符が打たれた。5月の1ヶ月間で電波強度の変動は目立たなくなった。これは発見された時にすでに電波源がかなり拡張していたことを示していた。 電波源までの基地の距離と変動が終わるまでの経過時間からフレールは電波源はほぼ高速で膨張していたことを計算した。既存のいくつかのモデルでは相対論的速度で拡張する天体の概念を内包していたが、この発見はそのようなモデルを支持する最初の強力な証拠になった。1998年8月に撮影された。 GRB97508 のホスト銀河、GRB97508 の残光は、最初に検出されてから19.82日後に、最大の高度に達した後、約100日間かけて、べき上速に従って徐々に暗くなり、最終的には首都級 V イコール25.4プラスマイナス0.15の星形成が盛んな Y 小銀河を残して消滅した。 ホスト銀河のディスクは変平率0.70プラスマイナス0.07の自然体数の底の形であった GRB97508 の残光の赤色変異 Z イコール0.835はホスト銀河の赤色変異 Z イコール0.83とほぼ一致し以前に観測されたバーストと異なり GRB97508 は 活動銀河核と関連しているらしいことが明らかとなった。ありがとうございます。